人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。諦めんね一人じゃない。親がついてること忘れんじゃない。後藤一発毎日が冗談じゃねえ始まりました、今日はですね9月16日水曜日です。おはようございます。今日は昨日話した後半戦行こうかなと思ってます。プレゼンというか一つのことをなんかずっと褒め続けててもなんか全然意味ねえなみたいな、それ伝わる人限られてくるから、他の言い方とか考え方見方でちょっとその人の良さを伝えていこうっていう、まあ今回は奥さんについてなんですよね。でうちの奥さんは超綺麗でモデル並みのスタイルで、いつも人と会うと10歳若く見られるような奥さんです。だけどそれじゃあねあんま伝わんねえというか、まあ想像はみんなできるけど多分人それぞれだと思うんだよな。だけど奥さんの本当のいいところっていうのはまあすさまじいよね。熱量が、やっぱりできねえよって言っちゃう。その奥さんがやってるその仕事っていうと違うんだよね。マジそれ怒られる、家庭を守るっていうか、ところに関しての愛、その力はマジで感じます。やっぱり洗濯を1日2度とかハードじゃね365回じゃ済まねえんだ1年。いやーもしかしたら3回の日あるかもしれない。2回目までやったんだけど2回目干した後に豪雨来て、でそれもう一発で3発目とかね、無理でしょう。だけど完璧にこなしてるんですよ。それはさちょっとってもうリスペクトだべ、半端ないよな。でそうだな、キッザニアってさ変な子供たちが職業訓練校って言ったらかっこよすぎなんだけど、いろいろな職業を1日っていうか20分とかで体感できちゃう。なんつうかその消防士のお仕事とか、そしたら消防士の服着て火消すところとか体験できたりとか、まあハンバーガー屋さんあったり資生堂とかそういうなんかねもう店になっちゃってて、なんつうのかな、ヘアメイクの仕事ができるというか、お化粧してあげるとか自分をメイクするとかそういうのもあるし、あとガソリンスタンドとかで「いらっしゃいませ」っつって「帽子取ってめ」っつって、それでレギュラーしますかとかそこまではやんないんだけど、窓拭きますねっつって窓拭くやつとかあるんだよね。でうちの娘とかはその窓拭くところで泣いたんだよ。なんでだろうね、なんかね嫌だったんだろうな。だからまあ多分うちの娘はガススタにはちょっとなんかね嫌だなっていう多分気持ちになったんだよな。おそうだそうだ、行ってた時にずっと動画とか撮ってるんですよ。超やばくない？そのね、最近なんかまあそこまで車で行った時とかもなんか自分の携帯のバッテリーの残量をパーセンテージで俺に言ってくるの絶対。今日 76% みたいな、それは携帯の充電の残量なんだけど、その 76% だよ私の携帯の命はっていうのをなんかアピールしてくるのね。それでまあそれ何なのかなみたいな思ってると、やっぱり動画とか撮ってキッザニアとかだからバチバチに、そうするとまあやっぱね2時間とかね回しちゃったりすると、携帯だもんな、 76% とかもねボン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 と減ってきて残り 1% みたいな。で最後の 1% はあなたのね携帯で動画撮ってねみたいな、76% 動いてくれてるからね、どうみたいな訓練になってね、まず石鹸屋とかね行った時に石鹸を作る、
職業があってね、そんなのやってる時とか、なんか石鹸やってるところの動画、作ってるところの動画とか撮ったり、次そうだ、ソフトクリーム屋さんとかね、もうこんな回してるところとかね、あのソフトクリームをブーンブーンみたいなね、それでなんか変なパラパラみたいなね、カラフルな虹色みたいなのかけて、でなんか空気みたいなさしてみたいな、そこも全部動画撮っててさ、で残りの 1% になって力尽きて俺の携帯出てきたみたいな、それで俺ハトバスのバスガイドじゃなくてお客さん役で、あの娘たちはあの乗ってたんだけど、そのね敷地内をねハトバスが一周回るんだけど、それを撮ってたぐらい。ダメでしょ、奥さんありがとうございますみたいなね、すごくねリスペクトだよな。でまあ途中さ、なんかご飯ファーストフードみたいなところで食べてる時とかもさ、まずだよ、なんか、まあ、これやっていいのかわかんないけど、あ、やんなかったの。まあだけどそこでね、いきなり水筒を出しちゃう。あ、それはダメなパティーね。まあ水筒、間違う。それやめましょう。なんだ、あれ、おむつシートっていうか、なんつうんだっけ、あれ。手拭きか。うん、あの、ポチョンってやったら、ウェットシート。とかさ、そういうところ行ったら、まずウェットシートちゃんと用意してるとかね。で、シュッシュみたいなのもね。まあ大体今お店には置いてあるんだけど、それやったりね。ちゃんとそういうところすごくない？俺とかならもう来たらいきなり行けよみたいな、手づかみうわいみたいな感じになっちゃう。いやーだけどそういう、なんつうの、衛生面とかの気配り2000点ですよ、これ。うん。全然違うよな。家帰ってきたらさ、手洗ったのとかさ、ね、うがいしたなんてね。毎回言ってんの。うん。すげえって。まあ、子供たちもね、まあ、自分たちから率先してね、やってたりもするんだけど、まあ、そうさせたのは、奥さんじゃん？うん。俺は言ってないもん。全然。そうですよね。やっぱりリスペクトだよ。だって、家帰って、俺のご飯がなかったことないよ。ええー。子供たちのご飯作って、それで俺のご飯まで用意して冷蔵庫に入れててくれる。神じゃない？それ。ねえ、それ一回やられただけでも嬉しいことをずっと。もうそうっすよね。結婚してとか、5年とか、うえ！すげえ、ねえ。いやー、やっぱりすごい。うん。だから奥さんが可愛くて、モデルみたいで、止まってないで、違う、奥さんはこういう人だよ、みたいなことを、喋れると、いいんじゃねえかなって。うん。これをね、帰って、本人に言うのが一番いいんですが、後藤一発は、女の子に対して、テレティーなんですよ。テレやん、多分。いや、今もう笑った時点で多分照れやん。それは自覚してる。だから、こういうことは、面と向かって、実は言わないタイプかもしれない。だから、そうっすね。うん。後藤一発は、女の子に対しては、照れてぃっていうことは、分かってもらえたら嬉しいな。うん。照れてぃいいんじゃん。うん。まあ、だけど、言えてよかったよね。うん。まあこういう機械作ってくれたね、まあ YouTube もありがたいし、まあ見てて、怖い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 、いや怖いよ、こういうの怖いんだよ、なんか嫁の雷っていうか怖いんだよ、なんかなんだよ、いやーね、お前早くもっと言えよみたいなね、あ、全国の奥様たち、はい、の怒り来ちゃった、画面越しに逆にビビ来ちゃったみたいな、そうだよね。そう思ってんだよ、奥さんたちって。もっとすげえだろ、リスペクトしろよと思ってんだよ。おい、旦那、全国の旦那、頑張ろうぜ。もう、そんぐらいだけど、ちゃんと言ってやれれば、ほんと奥さんとか超喜ぶから、よろしくお願いします。後藤一発、毎日が冗談じゃねえ。とんかつの歌ジョーロースって言えジョーロースジョーロースジョーロース
とんかつパンパン上ロース、とんかつパンパン上ロース、とんかつパンパン上ロース、とんかつパンパン上ロース。